はい、こんにちは、山城と申します。さあ、今回はですね、なんか最近 YouTube の方のね、投稿が多くなってますけど、今日もね、YouTube ネタ、いわゆる郵便局ネタでございますね。といってもね、まあ、ここのところのね、あの郵便のね、本体の話とはちょっと違ってね、いろいろとね、さ、あの、話題のカタログ関係のね、話をね、してこうじゃないかということでございますね。話題な、今話題になったのかどうかわかりませんけど、まあまあね、いろいろね、いろいろと、あの、ね、噂が立つじゃないですか、郵便局のね、カタログというのが。で、あのカタログについてちょっといろいろな徹底解説したのがね、あの動画も過去にあるんですけど、今回はね、ちょっと一つに絞ってということでね、持ってきましたよ。ちょっとね、たまたまね、郵便局によったらね、カタログが置いてありましてね、これね、カタログが置いてあります。これね、郵便局の、これで頒布会って読みますね、毎月の旬をお届けしますということで、このね、頒布会、通称ね、これをね、我々はふるさと会と呼んでますけどね、うん。このふるさと会ことこの頒布会についてね、今回ね、ちょっと特集してみようじゃないかということですね。まず、この頒布っていうのは何なのかというとね、今あんまりもう使うことがないんですよね、この頒布っていう言葉自体を。字が難しい。分けるにページって書いて、この、布の会。これで、頒布って読みます。頒布っていうのはどういうことかというと、定期的にですね、こう、お金を集めてですね、それで、定期的に、商品を、まあ、定期購読みたいな感じですね、しますよっていうのが、頒布会っていうシステムです。頒布っていうのが、定期的に、配るとかですね、こう月ごとに配るとか、まあそういったようなですね、感じで使われる言葉らしいです。私もね、正直言ってこの頒布会以外でね、使うことのない言葉なんでね、まあな、あの郵便用語とね、言ってしまってもいいかもしれませんけど、あの実際にはね、結構ね、若い方はね、よっぽどね、目にすることないと思いますけど、シニア向けとかね、富裕層向けといったらいいのかな、には、あの旬のね、あのフルーツをこう、ギフトでさせてもらいますみたいなサービスとかね、やってる会社さんもあるんですよ。カタログギフトみたいなな感じでね、うん。ですので、まあ郵便局だけのものではないんですけど、まあ事実上あまり頒布って言葉をわざわざ使ってやるのはここの頒布会ぐらいです。で、これがですね、まあ大きく2つありまして、このね、ふるさと会って呼んでるものと、あとは米頒布会といってね、お米の、同じように、毎月お届けしますよというギフトみたいな感じのやつがね、あるわけです。で、まあちょっとお米のやつはね、今の時期にね、ちょっと募集とかやってなくてね、今やってるのがこのね、ふるさと会の方なんですよね。もうあの、ね、あの、めんどくさいんで、もうふるさと会、ふるさと会って呼んできますけど、うん。っていうのがあります。これがね、どういうシステムなのかね、ここに会員募集中っていうのは、要は会員制なんですね、これ。システムとしてはね、頒布会っていうシステムで言うと、申し込み人がいます。申し込み人がいて、まあ、郵便局、日本郵便というか、正確に言うと、この頒布会をやってる、会社さんなんですけど、なんていう会社やったっけな。郵便局物販サービスっていう会社があるんですよ。この、物販サービスっていうところ、ね、まあ、郵便局なんですけど、まあ、子会社というかね、まあ、いろんな、ところが絡んでる会社さんがありまして、まあ、ここと契約を結ぶわけですよね。契約としては、この、物販サービスさんと、郵便局物販サービスさんってところと結ぶんですよね。で、ここで、まず、料金を、支払いが発生します。これ、毎月1日に発生するんですけど、毎月1日に、これは、ゆうちょ銀行ですね。ゆうちょ銀行経由で。ですので、基本的に会員は、イコール、ゆうちょ銀行の口座を持ってないといけません。まあ、郵便局員ならね、給料の振り込みがゆうちょ銀行ですからね、まあ、そのまま、その口座で、契約するっていう形になるんですけど、うん。まるなんかあれですね、字幕前提みたいな話だけど、全然違いますからね。そんな字幕なんてのはね、なかった。ね、大丈夫ですか。ここはね、大前提ですからね。まあ、たまたまね、郵便局員の人が申し込みが多いみたいですけどね。そうすると、まあ、銀行のね、口座もあるから、ちょうどいいやってことになるわけなんですけど。まあ、で、ゆうちょ銀行から引き落としがかかります。まあね、ちょうど給料も入ったはずですから、24日振り込みですからね、郵便局員は。そう、25じゃなくて24なんですよね、郵便局って。あれもあれで面白いですけど。うん、まあ、そんなことを置いといて、まあ、1日に、ゆうちょ銀行から落ちますよと。
で、落ちたら、郵便局物販サービスの方でちゃんと決済できましたよという確認が取れたら、発送手続きに入ると。で、だいたい15日かな、15から25ぐらいの間かな、ぐらいの間に、届きます。まあ、ものによってちょっと前後しますけどね。うん。製品、商品とかね、農産品とかも多いんで。海産物とかでもちょっと変わってきますけど、基本的にはだいたいこれぐらいの15日以降ぐらいね、これがだいたいふるさと会の日とかね、お米の日とかねなってきて、まあちょっと忙しいなっていう郵便局員としてはね、小包みの配達員としては、まあまあしんどい、ところになってくるんですけど、まあだいたい局員の家なんですけどね。で、これが、届きます。で、そうすると発送がされて、これが、U パック、基本的にはもう全部 U パックです。そうすると、U パックで、商品が発送されて、で、お客様のもとに届きます。これはもちろん、指定した住所のところに、ね、届くわけですけど、まあ大体ね、局内局員ですからね、はい、あ、届いたよ、じゃあ持って帰るわ、って感じでね、結局あんまり配達、ギャフン、ね、まあそんなことはね、まあそれはね、仕方ないですよ。一般のお客さんもね、当然ね、ゼロじゃないわけでね、それはそれでね、配達するのにね、まあまあ大変なわけですよ。ね、で、大体この手のね、ギフトのやつはね、18時以降の指定とかが多かったり、18時、20時の指定とかにもう入っとったりね、ですよね、夜がね、パンクするとかって言って、ね、言うんでね、まあ、なるべくね、協力し合ってね、やってたりなんてとこあったりするわけです。まあ、そういう局によって違うと思いますし、局外ね、またね、自宅がね、自分のね、その管轄外に住んでる仕方もいますからね、社員さんとかだったら特に。我々みたいなね、機関雇用社員の場合、基本的に区内で集まりますけど、うん、ね、そういう場合もありますんでね、まあ、ね、一概には言えないんですけど、まあ、基本システムはこんな感じ。申し込みをしたら、毎月1日、ね、毎月1日に入金が入って、で、それで入金確認したら商品の手配が始まって、まあこれ発送するのはここで発送するんじゃなくて、全国各地でね、それぞれのその、産地直送品がね、載ってまったりしますから、そこでそれで発送して、そう、発送する場合がここみたいになりますね。発送するのはここからいろんな指示がいてね、はい、こんだけの注文入りましたよって言って、全国の郵便局に、また、はい、ね、データが行って、これはその、それぞれの担当するやつで、ね、例えば、北海道のね、北海道のイクラがね、担当してるんやったら、ね、イクラを担当してるところ。で、あとは、博多の、なんかあったっけ、博多っていうと、餃子がなんか良かったな、博多とかね、やったら博多のやつとかね、名古屋やったら味噌煮込みとかね、味噌煮込み、まあ、味噌やったら名古屋とかって感じで、はい、これだけの注文入りましたよって感じでね。まあ、実際には中央局じゃなくて、もっと地方の局の方にね、入っていくわけですけど、それぞれの発送担当してる。うん。よかいちゃんよかいちゃんありましたからね。それのやつは発送がバーっとかかるとかっていうね、ありましたけど。で、いうような感じで、これがまた全国知事陣のこんな感じで、ね、になりますよと。いうのが、基本的なこの販布会、っていうシステムです。これはまあ、お米の販布会もこれがお米に変わるってだけなんで、全国の。基本的には一緒のシステム。なんで、最初の1枚目のところにね、ちょっと、書いてあるけど、こんな感じでね、自動支払い込み申し込み書っていうのがあって、まあこれで、ね、ゆうちょ銀行の口座で、必ずゆうちょ銀行しかもう無理ですよね。うん、ゆうちょ銀行だけですね。で、申し込みをします。で、当然ね、ここでね、印鑑が大事ですからね、まあ、よくね、この印影でね、揉めてたりするのをね、新人さんの場合よくありましたけどね、新人さんがね、やっぱ、最初ね、やっぱしね、郵便局になったらまずこれを書く、契約書の代わりにこれを書く、ギャフン。そういうわけでもないですからね、時期にもよりますし、これ申し込みをね、やってない時期もありますし、まあ、まだね、そのあたりに関してはね、後半の方でね、じわりじわりと触れてきますけど、で具体的にカタログの内容も見ていきましょう。まあ、ここにパンと書いてありますけどね、送料、まあ、消費税込みで大体2600円から安いのが集まって、まあ、高いやつは8000円。これは月ね、毎月2600円から毎月8000円のものもあれば、まあ、結構ね、いろんな商品が揃ってます。まあ、カタログとしては少し、そんなに安いものは入ってないかなっていう感じですけど、で、まあ、こんな感じで最初のページめくるとね、人気ランキングとかわーってありますけどね、まあ、こんな感じで。まあ、毎月ごとのね、案内とかが載ってるわけです。これもね、まあ、申し込み表を見たらね、わかりますけど、これちょっと、
あ、こっちの方が逆に分かりやすいか。こんな感じでね、毎月ね、4月からスタートして、翌年の度の、翌年の3月までね、毎月こう書く欄があります。これは一月、原則一月一個、このね、商品を頼みますよということになりますので、年ごとにまとめて頼みます。ですので、大体ね、本当に翌年の3月のとかで、ね、翌年度ぐらいになってくると、私も常連さんと、何頼んだっけな、今年って話はね、よくお客様でね、毎年買ってくれるお客さんとかいましたもんね、私の場合。私何頼んだったっけ、私はさすがにそれは。通知が郵局から来とるはずね、そんなもん捨てたらええんで、それですよ、って話をしながらね、やってましたけど。で、なんとしてはですね、これもね、カタログも、こんな感じで、ちょっと簡単なところで、最初の方にね、いろんな特集とかで、まあ、ですんで、まあ、おすすめプランみたいな、北海道の味を満喫するやつでしたら、こんな感じ、4月からね、12月までこんな感じの、ものを、旬のものをお届けできますよ、なんていうね、まあ、おすすめプランみたいなのもありますけど、当然、カスタムもね、できます。カスタムできて、まあ、こんな感じで特集とかが最初に大体いつもあるんですけどね。まあ、大体、おすすめ品とか、ちょっとわーって載ってますけどね。基本的には、この、まあ、花なんかもあるんですけどね。4月って、ここに4月って書いてありますね。これが4月に頼めるもんですよってことで、4月の旬の商品がわーって載ってますよと。まあ、みかんとかフルーツ。このあたりがね、ゆうパックの強いところってことでね。あとは、千葉県の落花生なんかも入ってますけどね。まあ、で、まだ4月ね、まあこんな感じで、海産物とかもね、いろいろと入ってるんです。まあ全国からいろいろと入ってて、まあで、蕎麦とかね、そんなのも入ってるんですけど、これは基本的に4月に書いてあるページのやつは4月でないと頼めません。ですから5月に、5月にね、入ってね、こいつね、食べたいな、5月にこのサイコロステーキ頼むかなと思っても、5月にサイコロステーキが入ってなかったらできねえよ、ということです。こっちに一口ステーキが入ってる。その場合は、5月はこっちじゃなくてね。まあ、いろいろと月ごとに制約があります。そのまあ、旬のものでね、いたしかたないものから、これって他の月でできるのかなっていうのもまあ、あるんですけど、まあ、よくあるのが、このグリーンアスパラが届くとね、冷蔵庫の中がね、大変なことになるって、寝かせれませんからね、アスパラ、ね。そうそう。アスパラ寝かせたらいけませんからね。なかなかこれね、チーズケースに入れるの大変なんですよ。で、配達してバタンって倒れないようにとかね、いろいろとね、チルド材をね、ガーッと敷き詰めてね、幅寄せしてみたりね、それをするとね、他の人が使うチルド材がなくなるとかって、まあ、いろいろとね、やりながらやってました。懐かしいな。そんなのがね、これから始まる。これは5月の話ですからね。そうですね。ゴールデンウィークかけるそんなこととか。まあ、こんな感じで5月、6月、また6月の旬のものが乗っ取って、それぞれね、まあ、メロンやらね、メロンやったらちょっと値段するから3300円とか、それぞれの値段がね、値段が違うわけですよ。で、ずーっと見てて、まあ、6月とか見てて、まあ、6月になるとお茶とか入ってますね。静岡のお茶とか入ってますけどね。まあ、食品全部いろいろ入ってますね。なぜか、6月のところに日本ハムのレストラン使用されてあるんですけどね。これね、いつも謎なんですけどね。なんでこれ6月じゃなくたってええやんと思うんですけどね。実際、ふるさと会とは別のところで、通年でね、なんかカタログギフトみたいな、カレーカタログとかってやってね、それなんかには普通に入ってくるんですけど、ね、よくわからないです。まあ、で、他にも、ナスとか、農産物なんかも結構多いんですよね。畜産に行っていて、まあ、8月、9月で、いろいろとね、こんな餃子とかね、あったりとかもしますけどね、ずらーっと行って、まあ、3月までのものを毎月、まあ、選んでくださいねと。まあ、3月までバーッと見てね。はいはい、今月はこれにしよう、これにしよう、みたいな感じで選んで。で、そうすると、最後にね、まあ、こんな感じで通年販売の商品もあるんですよ。どうしてもね、その月だと、どうしようかなっていうのからね、いや、どうしてもなんかこれは一回入れたいな、みたいなやつからね、ずらーっと揃ってます。これは、通年販売って書いてあるやつは、11、4月から3月のどこに入れてもいいですよ、っていうやつね。こういうのが、まあ、ずらーっと載ってます。まあね、いわゆる、あまり農産物というよりは、いわゆる、製造品が多いですけどね、こんな感じでね、加工品なんかが、やはりメインになってきますけど、ね、こんな、干物の詰め合わせとかね、そんなのもありますね。
とかいう感じ。で、まあ、それぞれで頼みますっていう感じです。で、まあ、これがね、今はね、多分ね、あんまりね、郵便局にわーわー言ってないですけど、なんで、かというと、これはね、申し込み、新規の申し込みの期限っていうのがあって、今も受付をやってるんですよ。今、4月ですけどね、4月にもやってます。実は8月の20日まで一応、受付は、新規は受付やってるんですけど、今年度はね、大事なのはこれ、2月20日までに頼むと4月分が届くっていう。要は、いろんな手続きの兼ね合い上ですね、4月のものを間に合わせるには、2月20日に新規の申し込みは済ませないといけないんですよ。で、これがね、まあ、ミソでね、これね、要はカタログギフトって、これ、最低6回以上、使用品は申し込み時に最低でも6ヶ月以上注文っていう、で、ルールがあるんです。で、じゃあ6月以上頼んだらこれ1件じゃないですかって、まあ確かに1件なんです、1件なんですけど、まあ大事なのはね、これね、郵便局でね、まあいろいろとね、こうカウントとかってね、まあ、ノルマじゃないですけどね、まあね、なんかね、いろいろとカウントっていうのをね、取るときにですね、実はこれね、12ヶ月、全部入ってないと、ふるさと会は、カウント1件って見なされないんですよね。11ヶ月しか入ってなかったりとかすると、カウントとしてね、カウントされないんですよね。その値がね、無数になってて、ですんで、この2月20日までのところでね、大体この、大体ですんで、あれが終わったとね、年賀状が終わったととかになると、またふるさと会がわー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 始まるっていうのはね、こういったね、事情があります。っていうところなんですけどね、ちなみにお米の頒布会の方は半年に1回、半年に1回ね、6回以上、注文が入っとれば1件ってみなされるとかね、まあなんかね、いろんなね、ルールがね、あったりするわけですけど、まあこれはわかりません。局によって違うと思いますしね、そもそもノルマじゃないですかね、ノルマの話は一切してませんからね、はい。ここのところはちゃんとね、ちょっとね、分けてね、考えていただかないとね、うちこのね、チャンネルもね、何やかんやで局員の方が見とったりするらしいんでね、という感じですね。まあ、これがね、ふるさと会です。まあね、興味ある方はね、ぜひカタログじらーっと見ていただきたいですし、まあ、書き方に関してはね、気をつけやなあかんところは、まあ、住所とか名義人っていうところがあって、まあ、基本的には本人そのままなんで、申し込み人は、もう基本的に本人って書きはね、自分がね、申し込みするわけはいいですし、息子さんの家にね、子供のね、一人暮らししてる子供の家に届けたいわって場合は、下のところが別になったりとかっていう形でね、まあ、それも全然ね、利用の方法としてはね、ありますからね、うん。で、まあ、こんな感じで送れます。まあ、ね、一件は自分でね、家でね、頼んで、やってね。で、もう一件はね、ね、息子の家とかね、まあちょっとお世話になってる先輩の家とかっていうようなね、使い方もできますし、ね、それもできます。まあね、で、ここで、新人の局員さんはね、これをここまで見ていただいてね、新人の局員さんは一番大事なのはどこかというと、ここで、一番下の欄ね、ここ。ここに、自分の、社員コードとね、これは特定局でもらってきたんで、まあ、11になってますけどね、これ、周配員が書く場合は22になりますからね、そう、ここ間違えるとね、カウントね、入りますくなっちゃいますんでね、気をつけましょうね。で、あと自分の名前ね、局員の名前、ここにね、局員の名前と社員コードが入っとって、ここで22って書いておくというね、で、ここには、自分のね、郵便局のね、局コードね、まあ、これはね、それぞれの局の方でね、ちゃんと言えば確認できますから。うん、ね、そんな感じ。で、できますよということですね。まあ、これがね、頒布会っていうもの、ね、こんな感じのやつなんですよ。まあね、カタログとかにね、興味があってね、毎月そうやって届くだろうやろ。これはこれでね、どうなんでしょう。なんかね、お金の余裕がある方でしたらね、ちょっとそういうのを考えてもいいんじゃないかななんてね、思う方もいるかもしれませんからね。まあ、その際はね、ぜひね、この YouTube を見たって言ったところで何もなりませんけどね。まあ、もしね、ご興味ある方がいましたらね、一報いただきましたらね、私の知り合いのね、局員を通してですね、やらせてもらいますんでね、そんな感じでね、させていただきたいと思いますんで、ぜひね、よろしくお願いいたします。という感じでね、とりあえずこの動画を締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よいしょ。